ジアーガ軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は93,389人であり、2000年の98,895人から2.7%増加した。軍庁所在地はチャードン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はオノンダガ族あるいはセネカ族インディアンの言葉でアライグマ。 お意味している。もともとグランド側の名前だった。2008年の雑誌フォーブスでアメリカで子供育てる最良の場所の第4位に挙げられた。ジアーガ軍はクリーブランドイリリアメンター大都市圏に属している。ジアーガ軍は1806年3月1日にトランブル軍から分離し、コネチカット西部保留地2番目の軍として設立された。軍名は オノンダが属インディアンの言葉でジャイオガクあるいはセネカ族の言葉で浄化カから取られており、どちらもアライグマを意味した。当初はグランド側の名前だった。1808年、軍域からアシュタビューラー軍とカヤホガ軍が設立されて小さくなった。1840年にも軍域からレーク軍が設立され、現在の領域が確定した。1808年、 トランブル軍出身の委員が裁判所の場所を決める手続きを始めた時に軍庁所在地の場所に関する議論が始まった。北側の軍区住民がチャンピオンの街を望み、それが1832年にはペインズビルに改名された。南側の軍区住民は軍中央に軍庁を持ってくることを望み、チャードンと呼ばれるピーター・チャードン・ブルックスが寄付した土地がある強みを生かした。 1809年にチャードンが軍庁所在地に選ばれたが議論が終わることはなかった。その後の20年間で北部7軍区の人口像が南部16軍区のそれを上回ったことでさらに議論に火をつけた。1840年1月21日、北部7軍区及びカヤホガ軍のウィロービー軍区を合わせてレイク軍を創設する請願書がオハイオ州議会,会会員に提出された。 シーバリー報道は反対意見を提出した。レイク軍は1840年3月にオハイオ州議会により設立された。新しく設立されたレイク軍には一つの軍を作るだけの広さがなかったので、北側の境界はエリー湖の水面下に入る土地までが含まれた。ジアーガ軍で最初の開拓地は1798年に作られたバートンだった。ここに、 コネチカット州から3家族が入ってきた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は408.29平方マイルであり、このうち陸地400.16平方マイル、水域は8.13平方マイルで、水域率は1.99%である。ジアーガ軍の年間平均降水量は42インチであり、オハイオ州北部では最多である。 場所によっては44インチを超えるところもある。ジアーガ群の地形は、イリノイ氷河とウィスコンシン氷河の作用によって、急激な変化を受けており、河川による排水体系の変化、景色の変化、氷河性の堆積物に現れている。エリー湖に流れ込む3つの河川の水源が、ジアーガ群にある。3つの河川とは、カヤホガ川、チャグリン川、グランド川である。3つとも、 オハイオ州警官河線に指定されている。カヤホが川東支流の水源は、ハムデン、クラリドン、バートン各郡区にある。カヤホが川西支流の水源は、バートン郡区のポンド道路とラピッツ道路の交差点近くにある。チャグリン、川東支流の水源は、マンソン郡区のバスコとチャードン市の南西宮にある。ベインブリッジ郡区のマクファーランドクリークは、 郵便番号が同じなのでチャグリンホールズと呼ばれることもあり、チャグリン川のオーロラ支流のさらに支流である。グランド川の水源はパークマン、トロイ各軍区にあり、またミドルフィールド軍区のスワインクリークである。軍内の水路の大半はエリー湖に流れ込むものだが、トロイ軍区のシルバークリークは、オハイオ川の流域に属するマホニング川の西支流のさらに支流である。オハイオ川は、 ミシシッピ川最大の支流である。ラッセル軍区には、もう一つのシルバークリークがあり、チャグリン川の東支流のさらに支流となっている。主要高規格道路高規格道路、ジアーガ軍公式道路マップゲアーガ、カウンティーロードマップ公共輸送、ジアーガ軍は、田園部的な性格があるので、固定した路線の公共輸送には、限界がある。ジアーガ軍交通車が電話による要請に応じて、 ドアツードアの送迎を行っており、場合によっては、軍域の外にも可能である。2011年時点で、料金は6米ドル。高齢者、障害者、6歳から17歳の子供は半額である。軍外への料金は、軍内に2倍である。月曜日から金曜日までの午前6時から午後9時まで利用できる。少なくとも3日前までの予約が推奨されているが、1週間前でも、 可能である。空港ミドルフィールドのオールドステート道路15,421に公共空港のジアーガー軍空港がある。ジアーガー軍空港はミドルフィールド商工会議所が購入し、軍に寄付した41エーカーの土地にある。竣工は1967年8月31日であり、公式には1968年9月29日にオープンした。 滑走路の長さは3500フィート、幅は65フィートである。二つの T 型ハンガー、一つの個人用、ハンガー、二つの町用、ハンガー、パイロットのラウンジとトイレがある。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍内には七つの公共教育学区がある。ジアーガ軍教育サービスセンターがこの七学区に。 共同プログラムとサービスを提供し、各学区の全体コストを下げることに貢献している。教育者、企業、町の組織、府兄の間の協業により、青年と成人に各段階で重要なことを経験させ、職業に就く準備をさせるのが任務である。その継続的な成功を確保するために、かなりの手続きとプログラムを開発していくことになる。 ジアーガ軍の教育学区割りずさらに隣接軍にあってジアーガ軍の一部を管轄している5つの教育学区は以下の通りである。7つの教育学区のうち6つのの税者はコンコード軍区にあるオーバーアンキャリアセンターの合同職業訓練、教育学区を支援している。このセンターでは健康、教育、実践技術について様々なプログラムを提供している。軍内には 私立学校、教区学校、さらに専門学校が8校ある軍内には、下記の高等教育機関がある。ジアーガ軍は、アメリカ合衆国会議員オハイオ州第14選挙区に属している。オハイオ州議会会員では、2013年時点で、大半が第76選挙区に入り、北東部が第99選挙区に入ることになる。オハイオ州議会上院では、 2013年時点で大半が第18選挙区に入り、北東部が第32選挙区に入ることになる。ジアーガ軍はアメリカ合衆国控訴裁判所、第6巡回裁判所の管轄である。オハイオ州では第11地区控訴裁判所が管轄している。300PX ジアーガ軍ズ、ジアーガ軍は下記16の軍区に分割されている。ありがとうございます。